皆さんこんにちは、ペストでございます。信長の野望武将風雲録35回目ですね。続き やっていきたいと思います。さてさて、1573年キサラギですよね。2月、史実ではね、確か73年だったと思うんですよね。武田信玄がお亡くなりになる年というのは。で、78年に上杉謙信ですよね。で、82年に本能寺の変ですよね。時間がありません。いきます。さて、国力はまあ相変わらず上がらないので、もう待ち遠しですね。今回は文化がせっかく上がってくれてるんでですね。まあこれぐらいしかできることはないので、はい、なんだ、お、また来た、またお金くれんのね。このね石川さんのあのもう目が笑ってるのがね、まあどの信長の野望やっててもね、なんか優しい顔してますよね。まああの賢いね、私結構好きなんですけど、あ、行った、援軍送るわけないじゃん負けよったかな。おい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 はい、ああそういう結末ですか。今度はちょっと本願寺が脅威ですね。一言ですねはい、お米ちょっと売り切りました。まあね、こんな感じですよね。国力はまあこれ以上は、あ、瀬戸中か、金山ございません。よいしょ、はいはい、単語ですね。どうしよっかな。とりあえず取引ですよね。兵力をね上げないといけないので、もう目いっぱい、はい、で、開港脅迫官兵衛さんで朝倉さん相手。あれ、まだ茶器は持っとんのね。まあたくさん持ってるね。9、あら間違えた、8番、9番、あー10等か、4番、ほんほんほん、そうね、ちょっと誰か寝返らせるネタにはなるんかなと思いますね。狙うはもちろん、秀さんですよね。さあ、あ、開墾いけんの？あ、開墾だめね。ちょっとね、あ、そうそうそう、鉄砲をつくの忘れてましたね。81と83か、そう変わんないよね。
さんに作らせようかいね。うん。でもうちょっと技術ね、心もとないんで上げときましょう。はい、 OK ですよ。ここもそうですね。ここ今テポ、作ってない。この辺なんか高いね。違うよ。はい、これで鉄砲を作らせといて、あとは技術を、はい、2人ぐらいにさせときましょうか。はい、ナバ。そうですね、ここちょっと頭変えとくの忘れましたね。なりますだ、誰にしよう思ってたんだっけ。そうなりますさんですね。うん、なんですけど、まあ裏切らないでしょう、すぐにはね。そんな感じでちょっと、はい、違う、500ね。はい、で行動力が少ないので、はい、石高は上がんないよと。じゃあ治水、はい、はい、よいしょ、2人。で終わりですね。さあここもどうしようかなっていうところなんですけど、技術ぐらいしか上げれないんで、ちなみに、信川さんだけか、忠誠度が100切ってんのは。はい、手上げなさい。はい、来た。はい、ですね。あとは、こんな感じかな。ヤマト、はい、いいです。さあ、弥生三月ですね。はい、美濃ですね。よいしょ、はい、軒並みやすいね。誰が作っても、はい、はい、キーですね。ああ、米相場がね、ちょっとだけ下がりましたね。とりあえずまだちょっと高めの相場ですよね、 1.7 なんで。ここはまあ、いつものあの言い方ですね、しばらく技術大会ですね。まあね、あの関西の方ならよく知ってるんですけどね、もうあの家でお好み焼き作る時とかはね、今日はお好み大会ですよなんてね、よく言ったもんですけどね。子供の頃はよくそんなことでね、キャベツ買いに行かされたりとかしたもんですけどね。そういやね、最近ね、外でもね、食べてないんですよね。まあ確かにたくさんね、そういう、ね、風月さんとかね、いろいろあるんですけどね。あ
んまりね好んで食べようとか思わないですね。外食するんでしたね、なんか普通のお店行きますね。とね、あとね、まあ、最近ちょっといろんなラーメン屋さんね、いろんな味の店ありますんでね、その辺探して巡ったりとかしてますけどね。さあ、そんなこと言ってる間に稲葉なんですけど、ああまた上司変えるの忘れてた。ここは誰が作れるのかな。軒並み3桁ですね。うん、作らん方がいいかもしれないね。そしたら、とりあえず忠誠度上げるためにね、治水でも上げちゃいましょうか。はい、あら、はい、はい、この2人を手を挙げてくれるのをお待ちしてました。で、ちょっとこのタイミングでね、委任の画面で変えときましょう。で、委任はしないと。はい、これでいいですね。さあ、ちょっと覗いてみましょうか。18国。あら。はい、てこい。おー、なるほど。ほんほんほん。半兵衛さん36、一徹さん46、牧前さんも46。で、長達さんでよかったんでしたっけね。で、安藤さん。うん、いいね。じゃあ、あー、そうか、政治力がないからな。まあ本国からでもいいか。製造中ね。うん、じゃあこれぐらいにしときましょう今回は。はいはい、伊賀ですね。あ、製造中か。うーん、ここもね本当ないね。よいしょ。はい、設置。製造中ね。うん。そうですね。あとの後々のことを考えて技術上げときましょうか。はい、ヤマトですね。金すごいな、ここ。間違えた。待ち上げようと思ったんだ。はい。ああ、そうか。行動力余ってるから技術上げときましょうか。ですね。ここはそうですね、もうこの2人はまあ大抵のことはできるんで、国高無理やね。うん、you
ちょい中精度上げときましょうか。はい、100。はい、100。これ100、いかないね。うん、こんな感じですね。ここは、そっか、秀吉さんがおるんですね。一応ちょっと防衛戦ですからね。まあ動かせないから、とっとっとっと、はい、とりあえずで、治水ですね。おい、で終わりですね。若干民中下がったかい。おい、ようやくここの文化度じゃない、技術力も500超えましたね。うん、長かったね。はい、伊勢ですね。はい、伊勢は技術大会ですね。またこんな感じかな。うん、行動力ちょい余り気味ですけど、はい。はい、本国ですね。さあ、ちょっと約束ね、取り付けておきましょうか。調略。官兵衛さんで、18国で、半兵衛さん。茶器でいいかな。給湯茶器なんかあげよっか。ほい、おい、はい、いってらっしゃい。で、行動力少ないので、まあ今回はストップかな。そうね、ちょっと教養高い、あの松永さんとか稲葉からね、引っ張ってこようかなとは思いますね。で、あと鉄砲がね、鉄砲を作らせておきましょうか、信長さんに15本だけで、94ですね。ヤマトはいい。おー、森本成死んだ。ねえ、だいたいこの年にだんだん死んでお亡くなりになっていかれますね。さあ、若干米安くなったので、米買いの第一陣ですね。はい、700いっときます。もう一発安くなるかな。まあ、こんな感じですよね。まあ、チーム在宅はここまでにしときましょう。はい、ここもそうですね。
はい、800で、750ぐらいにしときましょうか。はい、で、そうですね、だいぶ財力が増えましたね。ここもそうですね、第一陣ですね。はい、米買い、北畑さんで800、まあ1000あれば十分ですからね。つくとこ、で、ここはちょいとごめんなさい、動けないので、文化度がせっかく上がったので、はい、摂津ですね。摂津もまた文化度が上がったんですけど、ここはダミ中100なんで、そんなに無理してあげる必要はないですよね。あ、製造中か。久々に、ああ、なくなった。ついになくなりました。ね、すぐあったら面白いですけどね。あ、そっか、お米買っとけばよかったね。はい、で、和田さんでとりあえず、ちょうどいい、切りのいい数字にしましょう。はい、で、治水と、おいおいおい、あげろ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 、はい、あ、行動力ないや。はい、で、播磨ですね。取引で米買い、秀吉さんでいいかな。あ、いや、おい、やっぱ安いでジャッジしますね。はい、500ですね。はい、こんな感じかな。で、あとちょっと秀吉さん、行動力ないね。じゃあここでストップですね。はい、本国ですね。さあ、こんな感じなので、まあちょっと本国なんで、ここでちょっと止めときましょうかね。申し訳ないですけども、はい、では、武将奮録35回目、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。